まあ実際ね光の加減もありますけど、この色になるのかっていうことをちょっと検証してみたいと思いますね。実際になるんでしょうか。このモデルさんのやつと結構近い色が出たのではないかなと思います。鼻毛とかいや鼻毛出てるのは嫌ですよ。そりゃ鼻毛がもう信じられないですよ。いや出てる人、鼻毛なんで出すのって言って、いや多分それめっちゃ綺麗ですよ。いや鼻毛、鼻毛は出さないですよね普通。ちょっとでも出てるともう気になるんだって。いやでも出てる人はいるけど、うん、なんかチェックしてほしいですよねちょっと。俺それからさ鼻毛切りすぎてさ、でちょっと気にしてるわけじゃないけどあそれ聞いてから、そうそれ聞いてからさ鼻毛切っててさ花粉症になったさ今日めっちゃ鼻ズルズルしてる。あそれやばい。そう、あでもなんか鼻毛カッターとかあるじゃないですか、はい、あれやった人いて、はい、そしたらもうなんかもう微妙に伸びてきた時にチクチクして鼻かむだけで痛いって言ってました。いやそうだよね、うん、なんかあのあれかブラジリアンワックスのやつ。いやあのなんか入れてた、いやワックスじゃなくてもう鼻毛カッターです。なんかあーカッター切るらしいです。鼻毛カッターね、やんない方がいいと思います。下手に。で、じゃあ鼻毛伸びててもいいんですか。いや、伸びてる、出てるのは嫌ですけど、どこまで出てたら、どこまで、見えるぐらいでもさ、そのギリギリのラインがあるんですよ。難しいですよね、その鼻毛の長さって。確かに、難しい。入り口の角度にもよりますもんね。そう、見る角度、見る角度ギリギリの、目向いてたり。そうなんですよ、難しいです、鼻毛は。そこが見る角度によってはちょっと出てる可能性もあるし、うん、出てないかもしれない、うん、だから本当難しい。でも鼻毛がなさすぎる人も、うん、はい、なんかスカスカで中身が全部見えちゃうみたいな、はい、あママやじゃないですか。結構見ます、鼻は。いや見ないですけど結構見るんですか。見ないですよ。いや見ないです、鼻の中は見ないです。どういう状況ですかそれ。いや、ちょっと見してっつって。いや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 、あ見してってならない。それならないですか。ならないですね。そうなんですね。いやでもやっぱ出てたらわかるじゃないですか、そう見てなくても。うんうんうん、意識して見てなくても出てたらわかるじゃないですか。まあちょっとね、うん、ちょっとそれは嫌ですね。あそこはやっぱりね、うん、あ静香さんと一緒なんですね。でもそれ嫌な癖、癖なんですか。まあ癖を聞いたら静香さんは、あの静香さんっていう方が、まあ、この以前の動画でいるんですけども、姉さんの友達の人で、その静香さんは鼻毛が特に本当に鼻毛について目熱く語ってましたね。鼻毛がマジやるんですって。鼻毛すごい、よく鼻毛のことでそんな熱く語れました。そう、鼻毛について熱く語ってました。すごい、はい、それだけ鼻毛が嫌ってことで、それだけ鼻毛が嫌いだっていうことが分かりましたね。皆さん鼻毛を切りすぎると花粉症になるので気をつけてくださいなんか変なもの入りそうですね外で。めっちゃ入りますね朝で。虫とか入りそうですね。まあ虫も入るし、鼻の中刺されちゃうんじゃないかな。何、鼻の中刺されちゃうんじゃないか。そこまで鼻でかくないいやだって蚊とかってどこでも入ってくじゃないですか。まあそうね、刺される可能性はありますね。マスク、まあね、マスクするしかない。必要なものじゃないですか。でも鼻毛ってきっとあるってことはまあそうですね、あるってことは。まあほどほどがいいですよね、あんまり気にすぎない。だって必要ないわけじゃないよね。そうですね、鼻毛は。よし、これで塗った鼻毛の話を終わります。全然メイさんのあれを聞いてないっていう勝手に鼻毛の話で、鼻毛の話で、はい、そう考えててください。今ちょっとこれで一回で、ここでこれまあ僕のやり方なんですけど、一回シャンプー台で乳化してまた時間を置くんですよ。なぜかというと毛先に色が入りすぎたりとかはしちゃうんで、一回ここであのシャンプー台で一回なじませるんですね。でその状態に乳化して毛先のダメージちょっとなるべく軽減させた上で、また席で放置するような感じで、結構塗り終わった時点でもう一回いつも一回
あのシャンプー台の方で、まあ、ちょっと手間がかかるんですけど、ちょっと乳化っぽくします、はい、もうすでに毛先ちょっと入りすぎてきちゃってるんで、そこをちょっと調節したいと思います。はい、今シャンプー台の方でちょっとトナーをしてきたんですけど、全体をちょっとなじませる感じです。でシャンプー台でトナーすることによって、色の入りがちょっとこうしっかりしてくるんで、よりいいかなと思って僕はやってるんですけど、はい、結構いい色に、ね、入ってきましたね。でこのままちょっと放置していきたいと思いますので、今ね、色はこんな感じに見えるかな、どうでしょうか。なんかこの実際のモデルさんのやつぐらいの感じになりそうな、結構、うん、同じぐらいになりそうですね、この感じからすると。すげえ、なかなか、うん、いいんじゃないですか、なかなか単体でも全然いい感じ、かなり黄色みが取れた感じですね。はい、まあ仕上がりを皆さんちょっと期待しておいてください。はい、これ今染めた感じなんですけど、こんな感じになりました。色的に結構でもこのモデルさんのやつと結構近い色が出たのではないかなと思います。で、今、まあ、強いて言えば根元がやっぱりその新生毛のところがやっぱりちょっと入りが弱い気がするんで、今これから毛先が結構沈んじゃったところを調節していって根元からつながる感じにちょっとしていきたいと思います。まあ、通常であれば、アプリエの緑グリーンっていうのがあるんで、あれを根元の方に 10% もしくは 20% ぐらい配合してもよかったのかなって感じがします。まあ、今日は一色でちょっとやるってことだったので、これに合わせていく場合、こういう風になってしまった場合ですね、ここが今ちょっと色が濃く入りすぎちゃってる部分なんですね。わかる？ここだからちょっと暗くない？うん、暗いっちゃ暗いかもしれない。まあいい色なんですよね。そう、そこに合わせます。そうそう、非常にここ明るかったですね、胸だって。そうなんです。でも結構ね、よく起きることなんです、こういうことは。そう、ついてたらわかるよね。で、根元の方がやっぱりその少し赤みは消えてるんですけど、ちょっとこっちと比べても少しこうね、色が違う感じ。じゃあこれはどうするのかっていう部分は、はい、こちらでちょっと調節していきたいと思います。はい、で、この辺の沈んでいるところをちょっと調節したいんですが、根元の方は根元の方はもうやらないで、これ以上色取っちゃうと黄色っぽく赤みが出ちゃうので、毛先のところをダウンステムで取っていきます。あんまりやるとね、ちょっと色が抜けすぎちゃうんで、パテスラで。アイロンで色変わるんですか？変わりますね、これ今分かる、うん、ちょっと色変わったね、分かんない、熱で。そうですね、熱酸化ってちょっと色を飛ばすんですね。これ分かるかな？分かんないね。分かんないか。まあどっちにしろこう上からつなげてメッシュ状にして綺麗につなげて仕上げていきたいと思うんで、もしね、結構カラーって毛先沈んじゃうこと多いと思うんで、そういう時少しこういうふうに調節してあげたりすると根元から綺麗な。これも一色でやるよりも、一色じゃなくて通常でやるよりもメッシュっぽくやった方がより綺麗に艶が出るんで、ちょっと縦面で取っていただいて、あ、この辺から暗くなってるなーっていうところですね、縦面から横面に持ってきて、まあ、こうスタイリングしながらこうやってもいいんですけど、ここが今すごいコントラストが明るいくらいでできてるんですね。わかる？ちょっと明るい、暗い、うん、ということはこれ上に持ってくると結構ほら同じぐらいじゃん、似てきました。そうそうそう、似てくるんですっていうような感じにしていけば今の現状に合わせることができるという感じですね。でさっきのやつじゃあどれかというとこれなんですよ、ちょっと暗いでしょ。暗いですね。だけど今やった明るいのをちょっと合わせると毛先の方が明るいでしょ、今度、うん、これがベストの状態です。こ
こよりも毛先が明るい方がいいので、ちょっとこういう風にねしてあげないと。あとはまあ染め方でやってもいいですけど、まあ本当にそれでも入っちゃったりする場合があるので、特に縮毛矯正やったりとかしてると色めちゃくちゃ吸い込むんで、あのそれで気をつけた方がいいですね。はい、こういう風にこうやってあげるとバランスが良くなって、こっち側はちょっと暗い、ちょっとこっちと差を見た方がいいから、最初にこっちやっちゃうかな。縦スラで取って、なぜ縦スラで取るかというと、横で取るとねメッシュ感がちょっと分からなくなるので、微妙にこうちょっと開閉しながらやるとすごい、ちょっと細かく開閉してあげると水分が、あともしくはこう振るかですね。僕は結構これ振っちゃうんですけど、あんまりプレス力入れないで振ると結構抜けるので振ります。で、これ後ろの毛が黒いの、全然違う色、違うでしょ、なんか黒い、そうそうそう、こう見ると黒いでしょ、あ全然違いますね。そう、これで結構統一できた感じなんですよ。でここまでやってると、まあよりハイクオリティのカラーができるのかなっていう感じ。結構違うでしょ。そうですね。なんかこれだと自然でしょ。こっちの方が暗い。そう、こっちだと毛先が暗くて根元が明るいというバランスが非常に悪い状態。顔周りはね、ちょっと暗く沈んでても、あの小顔効果とかいろいろあるんで、あえてその顔周り暗くしてったりとか僕はします、ね。それ以外を少しこういうふうに明るくしてやってあげると、あの非常にいいかなと。まあ、これもねすごい深いんで、ただ適当にやればまあできるんですけど、ちょっといろいろコツがあります。はい、でこのようにですね、見ていただくと分かるんですけど、左右の違い、色の違い、こっちとこっちはこんな感じで、こっちはやる前の状態で綺麗な感じが、ちょっとこっちの方がより綺麗になっているのが分かるかなと思いますね。で結構ね細めでやった方がいいですよ。このぐらい細い、このぐらい細いので、ちょっとすごい表面つないでっても結構かっこいいですね。だからここはあんまり太いのでやらないで、表面結構量少ないとすごいトーンが上がりやすいんで、模様が少ないと太いとめちゃくちゃ上がるので、それでこれでかなり違うのがこう見えるかな、サイド見えますでしょうかね。これでこう綺麗になってるのが分かりますか、色が統一されてるのが。で反対側はやってないのでちょっと黒い、この違いがちょっとあります。で、ここから内巻きをイメージしながらちょっとカットしていきます。 R2 セニングでぼかしながらカットしていきます。前髪の切り方はどう教えたいのかな、難しいかな、今日は時間ないのでちょっと教えるのやめます。見て覚えてください。回してますね回ってますね。そうそう、回って R を作りながらちょっとこの前髪のところをぐるぐるってこう回しながらカットすることによってここに R が入る。これはちょっと難しいですね。はい、これ分かりますか皆さん、ここにキュッと入ったの